戦国時代、日本は戦乱の世にありました。そんな中、宗吾国の松平家康は織田信長や豊臣秀吉と手を結び、天下統一を果たします。そして1603年江戸幕府を開き、日本の歴史に大きな足跡を残しました。家康の業績は大きく分けて3つあります。1つ目は天下統一です。家康は織田信長の死後、豊臣秀吉と共に天下統一を目指しました。そして1600年の関ヶ原の戦いで西軍を破り、天下を統一しました。2つ目は江戸幕府の開設です。家康は関ヶ原の戦いの後、征夷大将軍となり、江戸に幕府を開きました。江戸幕府は265年間にわたって日本を統治し、安定した治世をもたらしました。3つ目は江戸の町づくりです。家康は江戸を日本の中心地にするために町づくりに力を入れました。海を埋め立てて土地を広げたり、運河を整備したりすることで、江戸は100万人を超える大都市へと発展しました。家康の業績は日本に大きな影響を与えました。天下統一によって戦乱の世が終わり、江戸幕府の開設によって265年間にわたる安定した治世がもたらされました。また江戸の町づくりによって江戸は日本の中心地へと発展しました。徳川家康は日本の歴史において最も偉大な人物の一人と言えるでしょう。